いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。神様のお仕事のお手伝いを通して、こうやってね、最近では動画を通してこう皆さんとこう触れ合う、こう機会がこう増えたけれどもね、以前まではね、この神様のお仕事のお手伝いを始めるまではスピリチュアルカウンセラーとしてブログとかね、インスタ、あと LINE かな、 LINE の限定のメッセージかな、ああいうのね、文章を通してね、こう皆さんとね、こう接してきたけれども、こうやってね、動画を通してね、皆さんとね、こう触れ合う、こう機会がこう増えてくると、皆さんもね、なんかいろいろ今まで以上に、僕にこう親しみを持ってくれて、LINE とかね、みんなしてきてくれるんで、予約のメール以外にも、今日こうやったんやんかって、こう LINE してくれ、来てくれるんだったんやんか。で、皆さんもね、神社もっと行きたいなとか、神様と、こう、もっとフレンドリーに接してみようかなとか、神様とお友達になりたいなって、やっぱね、僕の動画見て、こちらほらね、そういう本当声をこう聞くようになったんでね、本当僕も嬉しいなって思ってるんで。んで、僕が毎日行ってる開運福徳弁財天神社も、行ってきたでってお客さんがこうやって言ってくれたりもするんやんか。でね、みんながね、そうやって僕に対して、神様と仲良くなりたいな、ソラさんがいつも行ってる神社、自分も行ってきたよとか、そうやって聞いたらね、僕は必ず、神様に全部報告してるから、ね。神社なんかやったら、なんか僕のお客さんさっき来とったらしいねって、願い事を聞いたってなって、僕もそうやって神様にもう絶対言ってるから、もうこれからもね、そうやってね、ぜひ、LINE でも、ね、何でもいいから、こうやでっていうのをぜひね、こうやって、言ってきてね、必ず皆さんのその声は、僕が責任持って届けるんでね。で、皆さんいつもありがとうね。ね。ほんで、こうやってね、皆さんがね、なんか神様って、こう言うようになったら、本当なんか皆さんって、やっぱ、神様が好きなんやなって、そういうのすごく僕伝わってきてるんで。ね。ほんで、今回はね、皆さんがすごく神様という存在が、なんか好きなんやなっていうのがすごく分かったんで、もうせっかくなんでね、今回はちょっとこういう話もしてもいいかなって思って、今回はね、悪魔の話をしようかなと思ってるね。こういう話も知っておけば、皆さんの人生のね、何かこう、ほら、生きる、力には絶対なると思うから、ね、こういう話は知っといた方が僕はいいと思ったんね。だからせっかくやからね、神様という存在を、こう知ったんやったら、悪魔という存在もぜひ知ってもらいたいと思ってね。今回この話を、させてもらうね。神様がいるということは、悪魔っていう存在も実在してるんね。僕は、すごく若い魂、生まれたての魂やし、僕は人間の魂なんで、僕は神、僕よく言われるんやけども、ソラさんって神様なんでしょってよく言われるんやけども、そうじゃないんで、僕は人間の魂、しかもめっちゃ若い魂なんで、だから、もうあんまり知識もないし、もうこれは、普段神様とこうお話しして、僕はもう48になるんかな、この48年間、ずっと、神様とこういろいろお話ししながら、神様から情報を得て、僕が今持ってる知識でこうお話しすると、まずね、最初神様だけしかいなかったんね。んで、神様だけしかいなかったんやけれども、その神様の中にも基本的に神様ってポジティブな言葉とか、なんか愛のために生きるとか、そんなんが基本でしょ。でも、なんかその中にね、ほんまにそんなんて必要なんっていう神様が出始めたんだって。ほんまにそんな言霊の力って必要なんとか、それってどうなんって、
そういうのがちらほら出始めて、ほんでいつしかそういう悪い神様たちが組織化していったんだって。ほんでいい神様と悪い神様が敵対するようになったんだって。戦いが始まったんだって。ほんでそのいい神様、これ大昔の神様なんやけども、大昔のいい神様がその敵対する悪い神様たちを追いやっていくために地獄という場所を作ったんね。ほんでその悪い神様たちをそこに追いやっていったんね。それが始まりなんだって。ほんで未だに神様と悪魔っていうのはちょっとバチバチやってるんやんか。ほんでまあ、神様がいるということは悪魔がいるっていうこと、これはちょっと皆さんにも本当知っといてもらいたいなと思ったんね。ほんで神様っていうのは基本的には天界から上からね、僕たちのことを見守ってるでしょ。人間がすごくポジティブな状態やったらパワー与えたり、あ、なんかしんどそうやな、あの子ちょっと疲れてるんかなって神様が思ったらこうお祓いしてくれたり、神社に遊びに来てくれるんやったら、で願い事言うんやったら叶えたるでって、そういう神様って基本的な働きかけをしてくれてるのね。で人間の中に時々気持ちがネガティブになって心がこうやって下向いてしまってる人いるでしょ。こういう人って神様は天界から上から見てるから、上っていうのは神様のテリトリーになるよね。だからテリトリーに人間がおるんやったら何ぼでも働きかけをしてくれるよね。でも気持ちがうつむいてしまった人はこれはね、悪魔のテリトリーになるね。で悪魔っていうのは常にそうやってネガティブな人を探してるね。下から探してるね。ほんでネガティブな人を見つけると、あ、おったおったって、やっと見つけたって。ほんで悪魔っていうのは下から地面からね、ズズ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 って召喚する、そんな感じで現れるね。アニメが好きな方やったら想像しやすいと思うけれども、アニメとかでもほら地面から悪魔って召喚したりするでしょ。ほんとあんな感じなんね。ほんで悪魔は人間にこうやって話しかけるんね。友達になろうよ、ええやんか、いい感じやんか、もっともっと落ち込みって楽しそうやねって、友達になろうってこうやって話しかけるね。神様も基本的に人間とは友達になりたいやんか。ポジティブになってほしいな、前を向いて楽しい人生を生きてほしいなって、そういう人間と友達になろう、友達になろうって神様はそうやって働きかけてるね。これ悪魔も同じだね。そういうネガティブな人を見つけて友達になろうよってこうやって話しかけて取り込んでいこうとするね。で悪魔の目的っていうのは神様と敵対してるから、いわゆる自分の奴隷を作っていってるのね。そうやって敵対する人間をこう引き込んで奴隷にするっていうことは命を奪うっていうことだね。とりあえずその人間を死なせておいて、ほんで魂の状態にしておいて、で地獄に連れ帰って自分の手下にしていくのね。自分の兵隊を作っていってるのね。悪魔が目的としてるのはそういうことなんね。ほんで神様はもうその人間にこう下を向かれると、そこは神様はもうテリトリーじゃないから、テリトリー外になるから、もう助けることはできひんやんか。気持ちが上向いてくれてるんやったら神様は人間のためにいろんなことをサポートできるけども、もうねそれはテリトリーやから、テリトリーじゃないところは神様は手出されへんねんね。でこれはもう守護霊も先祖も一緒なんね。もうどうすることもできんね、助けたくても とにかくもう人間にまたこうポジティブになってもらった、その状態になってくれたら神様とか先祖とか守護霊ってこうサポート入れるんやんか。おーよー戻ってきてくれた言うて、でもどうしてもこうなってる状態だったら悪魔のものになるね。すごい怖い話でしょ。でもこれが現実なんね。ほんでもう
神様とかはもうどうすることもできないで、もうね気持ちがこう沈んでしまってるのってもう救いようがないね。ほんでただ唯一その悪魔に取り込まれようとする人間を救えるのって僕たち人間なんね。これは僕たち人間って言っても誰でも彼でもがこう救えるんじゃないね。これはその人にとって大切な人っておるでしょ。例えば恋人とかご家族とかお友達とか、そうやってなんか特別に大切な人っていてるでしょ。そういう人たちだけが唯一助けれるんね。だから皆さんのね周りでね、もしねそうやってすごくこうやって疲れてしまって本当人生しんどそうに生きてる人がいてたとするんやったら、その人が本当に自分にとって大切な人って思うんやったら、どうぞ救ってあげてほしいんやんか。これねどうやって救うかっていうと、もうね思いっきり背中叩いてあげて、もうバーンって叩いてあげて、酒飲みに行くぞ、飲みに行こうって、どなしたんやって、話聞いたるからって、酒でも飲みながら話聞いたるわって、そうやって言ってあげてほしいんね。どなしたん、何があったんって、私でよかったら話聞いてあげんでってね、ケーキでも食べながらね、そうやって話聞いてあげてほしいんね。ほんならやっぱり吐き出したり、その人の 何かもし力になれることがあるんやったら、その人の気持ちって必ず上向くでしょ。また明日を生きようって思ってくれるでしょ、ね、そうやって上さえ向いてくれたら、また神様は絶対助けてくれるからね。そういう悪魔に取り込まれようとする人を助けれるんって僕たち人間しかいないから、本当ね、こう、皆さんもね、もし本当にこう、自分の周りに、しんどそうにしてる人がいてたらね、勇気出してね、どなしたんって、何があったんって、言ってあげてほしいね。酒飲みに行こうぜって、お前酒飲みながらちょっと何かこう、パーッとやろうぜって、そうやって、誘ってあげてほしいんやんか。ね。僕もね、実際こう、街歩いてたら、ほら、こうやって歩いてる人おるんやんか。わ、ほんま人生疲れてるんやなって、人間関係でしんどいことがあったんやなとか、ね。ほんなら実際僕もこう悪魔見るんやんか。下からほんまにズズ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 って召喚してるんやんか。最近僕が見た悪魔は、子供の悪魔やったわ。昭和初期かな、なんかぐらいの感じの服装やったわ。男の子で。んで、なんか一見したら悪魔っぽくないんやけれども、こいつ悪魔やなって分かったんやか。ほんで、子供やから、小学校低学年ぐらいの感じかな。の子が、その人間に、近づいていって、友達になろうって。友達になろうよって話しかけてるやんか。ほんで僕神様がどうもできひんから、僕ももちろんどうもできひんやんか。もうただ僕も見てるだけしかできひんやんか。救うことできない。僕浮遊霊とかは僕除霊できるけれども、悪魔なんかはもう僕もちろんそんなできへんやんか。だから僕こうやってじっと見とったんやんか。ほんならそうやって友達になろうよって言って、ほんでそこら辺に浮遊霊っていてるでしょ。ほんなら、その、悪魔は、浮遊霊を使って、おい、お前ら、ちょっと力貸せって、こいつ、落としていくぜって。んで、浮遊霊も、悪魔にそうやって見つかったら、もう従わないと、自分の魂が危ういから、もう、いやいや、もう、奴隷みたいな感じで扱われて、ほんで、一緒になって、その人を落としていこうとするんやんか。すんごい怖いんやんか。ね。僕もちょいちょいそういうのも見るし、本当は怖いなって、思ってるから、ね、本当にね、こう皆さんの、こう周りに本当に自分が大切に思う人が、気持ちが落ち込んでたら、本当ね、お酒誘ってあげたり、一緒にケーキでも食べようやって、ケーキ食べながら話聞いたらちょっとスッキリするんちゃうんって、そういう風にね、ぜひ働きかけてあげてほしいね。
せっかく皆さんがね、なんか神様のこと好きになってくれたからね、こういう、悪魔も本当にいるんだよっていうのを、こう知っといてもらえたら、皆さんのほら、何かの人生の、必ず役に立つって思ったから、僕今回この話をさせてもらったんね、この話が、こう皆さんのね、生きる力になってもらえたら、僕はすごく嬉しいと思うね。ね、ぜひ参考にしてみてください。今回は、以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。